では皆さん、ヤプシーエイジア2014始めたいと思います。まあ、まずは Welcome to ヤプシーエイジア東京2014ということで、お越しいただきありがとうございました。まあ、ありがとうございましたと言いつつも、まあ、この会はですね、多分皆さんで、皆さんの協力というか皆さん自身で作っていくような会なんで、なんか僕がわざわざありがとうございましたっていうのもなんか変な感じだなと思ってます。軽くオープニングということで注意事項等を、したいと思います。まず僕は、ネット上ではユースケベというなんか名前で活動していて、本名は和田祐介と申します。で最近そのですね、ヤプシーの、オーガナイザー、つまり今回のヤプシーの実行委員長一番のオサをやっております。でまたですね、まあ、そのためはジャパンパワーアソシエーション、ここの主催ですね、主催をしている団体の理事ということでやらせていただいています。なので、まあ、ユースケベというふうに呼ばれてたんですけども、最近は和田っていうふうに名乗ることが多くなりました。なんかJPA のユースケベですっていうと、なんかマサカリが飛んできそうなんで、 JPA の和田ですっていつも言ってます。どっちでも呼んでくれていいです。ここの今回ヤプシー毎回毎回テーマを決めてるんですけども、今回はこれにしました。これはですね、多分パールをやってる人だったら分かると思うんですけども、 There is more than one way to enjoy it ということで、パールのスローガンをちょっとかけてます。でこれ僕がまさに感じてたことで、ヤプシーっていうのは、まあ、一人それぞれの楽しみ方があります。トークを真剣に聞く、でトークもたくさんある。でトークのみならず、下にですね、1階にブリリッシュバー のハブがあるんで、ハブでなんか友達と飲んで昼間から酒飲んでも全然いいし、今回はコーヒーブースを用意しました。これ無限コーヒーです。飲み放題、コーヒー飲み放題です。ちょっと寒くなったんで、ホットコーヒー飲み放題なんで来てください。あとかき氷とかもあります。なのであとですね、明日の1時から3時までレッドブルガールが来ます。確かですね、チームウィングスか、ウィングスチームっていう名前ですね、翼を授けるなんて。でレッドブルさんに協力してもらって、レッドブルガールが来てレッドブルを配ってくれるんで、皆さんこぞってイベントホール逆側の方ですね、行ってください。でまあ、そういう、飲み物、食べ物をちょっと用意して、そこ ですね、まあ、例えば話したスピーカーに対して、トーク面白かったですよとか、そこで、まあ、コミュニケーションが生まれればいいかなという仕掛けを用意してます。で仕掛けを用意しただけなので、あとは皆さんご自由にその仕掛けを利用して、いろんな技術者の人たちとか、まあ、それ以外の人たち、スタッフも含めてスピーカーも含めて交流していただけると幸いです。で注意事項、ダラダラダラダと話していきます。ネクストラップ大事です。皆さん知ってますか？はい、これ首から下げてください、必ず。でこれバッグとかに入れる人いるんですけども、バッグとかに入れると、そのいちいち確認のためにバッグから出してくださいっていうのは結構 手数になります。でこれじゃあ何っていうと、これが入場チケットの代わりになります。これを持ってる人はヤプシーとして参加して OK っていうふうな見方をするので、必ず首から下げるようにしてください。で、例えば2日券買ってて明日も来るよっていう人は、1回持って帰って明日も当然持ってきてください。で首から下げれば受付もなしで、他のトークを聞くことができます。あと飲食禁止です。さっきまあコーヒーとか言ってて何言ってんだって感じですけども、この辺はまあ、ちょっと全体的に飲食禁止です。ここのホールも飲食禁止です。ただ、片方側にあるイベントホールっていう中に関してはいろいろな事情があり飲食可能です。なので、例えばイベントホールでコーヒー飲んでそのまま出てきちゃってこっち側でコーヒー飲むっていうのは NG なんで、 なるべくやめてください。じゃないとちょっと僕すごい怒られて泣いちゃいます。でこれも冒頭でなんか話しましたけども、ヤプシーエイジア2014っていう Wi-Fi のアクセスポイントが立っているので、そこに皆さんつなげるようにしてください。パスワードは紙に書いてある通りです。
で、実はですね、そうすると、まあ、皆さんね、ポータルブルー Wi-Fi の必要性がないので、必ずオフにしてください、電源を。で、これなんでかっていう と、ネットワークを構築している昆布チームというのがですね、今回協力してくれてるんですけども、昆布チームによると、ネットワークが干渉しちゃうんですよね、あの Wi-Fi のネットワークが。なので、ポータブル Wi-Fi、つまり WiMAX とか e モバイルとかのポータブル Wi-Fi はオフにしてください、必ず。いいですか？はい。元気がいいってことじゃないけど、割とリアクションしてくれてありがとうございます。で、次のここのトークのセッションも、同時通訳入るんですけども、同時通訳のレシーバーを配ります。ちょっと配り方は、つどつど司会に聞いてください。で、英語を日本語に翻訳してくれるので、英語のスピーチを日本語で聞けます。これすごいラッキーなことです。だから皆さん参加してほしいんですけども、その際にレシーバーをお配りします。で、レシーバーは、添付画像のようなものです。で、このレシーバーは当然ですが、渡しますので必ず返してください。なくさないでください。で、結構、なんか、ググったら高いんで、1個でもなくすと、おーみたいな感じになって、10個なくすと、おーみたいな感じになって、100個なくされると、あー、やくし、もうダメだわ、みたいな、なっちゃうんで、必ず返してください。で、さっきからイベントホールって言ってますが、トークのあるのは、この大ホールと、隣の多目的教室という教室です。で、ここでガチトーク、やるんで、ぜひ見てもらいたいんですけども、ちょっとですね、休憩したいなとか、交流したいなっていうとき、一番初めにイベントホール行ってください。そしてコーヒー飲んでください。かき氷食べてください。で、レッドブルーガールも来ますというので、その辺で楽しんでください。なので、なんか雰囲気としては、イベントホールでもセッションをやるので、この辺の大ホール、多目的教室に関してはガチトークがあって、それは皆さん聞いてもらって、反対側のイベントホールに関してはイベントトラックっていうのが走っていて、それは、たまにやるセッションが結構エンタメ寄りのセッションになったりします。まあ概要はホームページに載ってたりするんで確認してください。なんとあの人とかも来るかもしれない。で、ベストトークアワード、ベストトーク賞っていうのを決めます。で、ですね、まあ、印象に残ったトークを投票してもらうんですけども、PTX で一般のチケットで、購入した方、個人スポンサーも対象かな、もうの方は、もちろんスピーカーはダメなんですけども、投票できます。このトークが面白かったと。で、投票のフォームがですね、今、yapsideasia.org/2014 っていうところに、ちょっと下がると、投票用のページへのリンクが貼ってあるので、そこから飛んで投票してください。実は、これ投票すごい大事で、みんなスピーカーの人は狙ってます。ちなみに僕は2年連続で1位を取りました。ありがとうございます。そしたらいつの間にか自分でヤプシーをやってることになったという話なんですけども、で、ハッシュタグはシャープヤプシーエイジアです。これ、つけてガンガンつぶやいてください。じゃあ今の瞬間からつぶやいてください。シャープヤプシーエイジア、なんとか今日会場着きました、今オープニングですみたいな感じで書いて、どんどんつぶやくと、例えば日本の、ハッシュタグのトレンド1位2位3位のとかにシャープやシエイジャーが入る時があるんで、それで目指しましょう。ガンガンつぶやいてください。で、どの教室でも一応同じにします。で、まあセッションごとに決まっていることもありますんで、それはその時に従ってください。で、ブログを書くまでがやシエイジャーです。例えば今日1日だけで帰っちゃう人は、今日帰ったら、もしくは明日も行くけど今日書く日があったら、家に帰ったら、ブログを書いてください。で、ブログを書いて、書いたよって言って、シャープヤプシエイジャーってやったら、大体僕見てますんで、嬉しいです。で、スピーカーの方も、トークした内容だけじゃなくて、感想を書いてもらえると、すごいモチベーションになったりとか、こうした方が良かったなとかっていう反省点も見つかったりするので、これは、ぜひお願いします。ブログ書いてください。ブログを持ってない方は、スポンサーである、LINE さんがやってるライブドアブログとか、ハテナさんのハテナブログとか、ハテナブログとかハネラブログとかいろいろあるんで、そういうのを使うといいと思います。この機に解説をするという感じですね。
で URL はこちらです。でここにアクセスするとリダイレクトされて、今年のページに飛ぶようになってるんで、ここでモバイルビューアーって言ってスケジュールのを、スマホでもっと見やすくなるような、HTML のサイトがあるんでそこにも飛びますんで、スマホでここにアクセスするぜひしてください。今時の レスポンシブウェブと今時のアンギュラー JS を使ってるんで、ということで、そもそも今回はですね、一般社団法人ジャパンパールアソシエーション主催ということで今回進めさせていただきます。以上、ちょっと1分過ぎちゃったけどオープニングでした。では楽しんでください。